グランドツアーは2016年11月よりアマゾンプライムビデオにて配信されている自動車番組。イギリス以外にも日本、アメリカなどで配信されている。2015年まで英国放送協会の自動車番組トップギアの司会を務めていたジェレミー・クラークソン、リチャード・ハモンド、ジェームズ・メイラ3人による番組。プロデューサーであるアンディ・ウィルマンをはじめ、 スタッフも多くが元トップギアの制作陣で事実上は BBC を不祥事により解雇されたジェレミーらが Amazon.com に移籍した番組である。2015年7月に3人が Amazon.com と契約したことが発表され、2016年5月に番組らがザグランドツアーに決定した。当初の契約は3シーズンで1シーズンにつき12エピソードが制作される。 出演者3人のギャラ等も含む3シーズンの制作予算は総計で約1億6000万ポンドにも及ぶ。シーズン3までの番組スタイルはほぼ2015年までのトップギアを踏襲し、ロケ VTR とスタジオパートを組み合わせた形となった。ただしザ・スティグやスター・イン、A ・エリーザナブリー・プライス・ドカーといったトップギアの名物は BBC が権利を持っているため、 本番組には引き継がれない。ロケ収録は2015年10月より開始しており、1回目のスタジオ収録は2016年7月17日に、ヨハネスブルグで以降、各国を転々としながら、シーズン1のロケが行われた。スタジオパートの収録は、トップギアのような特定の建物内でなく、屋外に設置した巨大なテントスタジオ内で行われる。テントスタジオは、 持ち運びが可能であり、ツアーの名の通り世界各地を巡回して収録を行う。しかしながら、シーズン2のスタジオパートについては、司会者3人の加齢による体力低下を考慮したという理由で、イギリス国内に泊まっての収録となる。アマゾンプライムビデオでのシーズン1の最初の配信は、イギリス、アメリカ、日本、ドイツ、 オーストリアで2016年11月18日より開始された。シーズン2の配信は下記の事故のために遅れたが2017年12月8日より開始された。シーズン3については2019年1月18日より配信開始されている。なお Amazon.com では2018年12月に今後の番組制作予定についてコメントを出し、 シーズン4の制作決定と今後はスタジオパートを廃止し、これまでのスペシャル版のようなロケのみの番組構成に移行する方針を明らかにしている。シーズン4は2019年12月にエピソード1が、2020年12月にエピソード2が配信されたが、エピソード3以降については配信時期未定となっている。括弧内は吹き替え版での声の出演。以下は、 シーズン2エピソード2時点のもの。ジェレミー、ジェームズ、リチャードの3人がステージに置かれた椅子に座り、自動車に関する新しい情報や、それらに関する業界話などについて、フリートークを繰り広げるコーナー。コーナーに入るときに流れるタイトルコール映像が、毎回異なり、最初はただ3人の影が喋っているだけだったが、徐々に、リチャードがジェレミーを、酒瓶で殴りつける。 ジェレミーが手のひらから替えを放つなど過激なものも出てくる。シーズン1でのみ行われた企画でセレブリティをゲストに迎え登場直前に拠点テント内外で何らかの形で死亡する様子を見せるもの。一例としてスカイダイビングで登場予定だったジェレミー・レナーがロサンゼルスのアラノに墜落死する番組を観覧しに来ていた。 キャロル・ボーダマンが3人の目の前で突然死している。歩いて登場予定だったシャーリー・イーズ・セロンがヨハネス・ブルクの荒野でライオンに捕食されるといったものがあり、番組のメインテーマである自動車とは何らだ関係はない。死亡する瞬間を司会者3人が見届けた後、ジェームズが、つまり彼、彼女は来ないってことと問いかけ、それに対してリチャードがゲストの死亡理由を解説するという流れで、 コーナーが幕を閉じる。もちろんのことだが、このコーナーのゲストらが自動車の運転は、愚か言葉を発することもなく、せいぜいミュージシャンが演奏を人生とともに切り上げさせられる程度である。本筋である車の話とも全く関係ない。コーナーに入る時に流れるタイトルコール映像では、イギリスの王族や現代のセレブリティらの頭が爆発する様子を、 アーケードゲーム風のアニメーションにしている。シーズンにより開始された新企画で同じジャンルで活躍する二人のセレブリティをゲストに迎え、同じコースを同じ車で走ってもらい、タイムを競うコーナー。走るコースは紅術のエボラコースとは違い、舗装路のみならずじゃリ道も織り混ぜたコースになっている。登場回とゲスト一覧は下記の通り。紅術の決められたコースを 同一のドライバーが様々な車でタイムアタックを行い、ラップタイムを競うコーナー。シーズン1では上記のザ・アメリカンことマイク・スキナーが車についての批評を述べながらドライブする。シーズン2では上述の最速の女性ことアビー・イートンがドライバーを務めるが、批評は行わない。テストトラックエボラコースの外観。エボラコースタイムアタックのコーナーでアタックするコースは、 イングランドロートンの旧イギリス空軍飛行場跡地に作られている。形状がエボラウイルスと同じ形をしていることからエボラコースと呼ばれる。まっすぐに走れる箇所はごく限られた箇所しかなく、ロングストレートもほんの少しだけ角度がついた緩いカーブとなっており、イズントストレートと呼ばれる。トップギア、テストトラックと比較すると道幅が狭く、路面も荒れている箇所が多い。 さらにコースのすぐ隣やランオフエリア内に民家、寄付人の館や変電施設がある、羊がいるなどの理由でジェレミーは世界一危険なコースと評している。2017年6月シーズン2の撮影のためにスイスにて開催されたヒルクライムイベントに MC3 人が参加した時リチャードが運転するクロアチア製の電気自動車のスーパーカーリマックコンセプト1が ゴールライン通過後の左コーナーでコントロールを失い、土手の上に設定されていたコースから転落、大破炎上した。リチャードは逆さになった車から、かろうじて這い出すことができたが、膝を骨折する、大怪我を負った。しかし命に別状はなく、事故にあったことを自ら電話で家族に報告した。ジェレミーはこの事故について、ツイッターで、私が見た中で最もひどい事故だったが、 リチャードは無事だったと述べ、彼の無事を喜んだ。また、リチャード自身も入院先からビデオメッセージを寄せて無事をアピールし、後に事故の様子についても見解を述べている。後に、スイスのモータースポーツ協会、オートスポーツシュバイズは、このイベントの主催者に対して罰金5000ドルと6ヶ月間のライセンス停止という裁定を下し、 FIA もコース設定が妥当であったかなどについて調査している。さらにこの事故の影響もあり、上述の通りシーズン2の放映に遅れが生じた。ありがとうございます。